女優としてマルチに活躍されている矢野優香、矢野優香さん。そんな矢野優香さんの現在、また気になる結婚や彼氏をご紹介。麻雀が得意だという噂やニンニンジャーのその後もご紹介いたします。矢野優香プロフィール。芸名矢野優香、本名矢野優香、生年月日1998年1月6日、身長158センチメートル、出身地宮崎県、最終学歴高卒、所属事務所スターダストプロモーション。目次矢野優香の現在。矢野優香は結婚してる。彼氏は？矢野優香は麻雀を極めているって本当。矢野優香は手裏剣戦隊ニンニンジャーに出演。矢野優香の現在。矢野優香さんといえば、その高い演技力で評判が良い女優さんです。知名度はあまりついていないのですが、間違いなくこれからブレイクすること間違いなしの方です。そんな矢野優香さんは2008年頃から事務所に所属し、芸能活動を開始されています。2014年に第1回制服女子コンテストで準グランプリを獲得すると、ここから少しずつ活躍の場が広がり始めます。2015年には手裏剣戦隊ニンニンジャーに忍者役として出演します。こちらについては後ほど詳しくご紹介いたしますが、この年からドラマや CM などのメディアでの露出が大きく増え始めます。手裏剣戦隊ニンニンジャーの出演以降、演技力の高さから様々なドラマや映画などで活躍されています。こちらも後ほど詳しくご紹介いたしますが、麻雀を極めているという噂もあります。バラエティなどにも出演を果たし、徐々に活躍の場を広げています。現在も女優の道をひたすら突き進んでおり、今後も女優として活躍することが増えるかもしれません。矢野優香は結婚してる。彼氏は？そんな矢野優香さんですが、2021年は23歳を迎え、恋愛適齢期です。これだけ可愛くて活躍の場も広がってきているので、彼氏がいるのではないか、結婚しているのではないかと噂になっているようです。リサーチをしてみましたが、結婚はまだされていないようです。22歳という年齢なので、結婚していても全く不思議ではないですが、これから女優として頑張っていこうと思ってるところなので、今は仕事に集中しているのでしょうか。そして気になる彼氏や熱愛情報ですが、どうやら噂になっている方がいるようです。そのお相手というのが、同じくニンニンジャーで俳優をされていた西川俊介さんという方です。まさに王道イケメンという感じです。ではなぜ矢野優香さんはこの西川俊介さんと熱愛の噂が出たのか。どうやら一緒にバラエティ番組に出演された際に同じマンションに住んでいたと公言したことが理由のようです。ダウンタウンデラックスの CM で西川俊介と矢野優香の熱愛発覚、出会って飛び上がってしまった。赤忍者と白忍者か？まあ設定では兄弟の関係だったからなくはない話だな。柿田健一郎アットマーク0315_May24/2016。しかし矢野優香さんは西川俊介さんをあくまでも友達感覚だと語っており、交際を全面否定されています。同じ作品に出演し、同じマンションに住んでいたので熱愛の噂が出るのも不思議ではないですが、これはデマのようです。矢野優香は麻雀を極めているって本当。先ほどご紹介いたしましたが、矢野優香さんは現在麻雀を極めているという噂が出ているんです。リサーチしてみると、2018年に出演した麻雀がテーマのドラマ「先あちが変」のために練習していたところ、のめり込んでしまったそうです。
現在では麻雀が得意な芸能人が集まる麻雀最強戦にも登場し、麻雀最強戦2019では並み居る強豪を抑えて予選をトップで勝ち上がるほど実力があるそうです。矢野優香は手裏剣戦隊忍忍者に出演。矢野優香さんは2015年に手裏剣戦隊忍忍者に白忍者伊賀崎風華役として出演し、知名度を大きく広げることになります。ヒーロー戦隊シリーズもので白いヒーローが出るのは電撃戦隊チェンジマン以来実に30年ぶりだということもあり、その注目度はかなり高かったと思われます。手裏剣戦隊忍忍者の白忍者役という非常に重要な役でしっかりと役目を果たし、注目を集めた矢野優香さんは女優として本当にこれからが楽しみな存在です。西川俊介に結婚の噂。矢野優香や山谷霞と交際の真相、筋肉や腹筋、出身高校について。本日のアクセスランキング、武田れなに文春砲、熱愛相手は西田亮也、性格は二次元好き。藤野涼子の現在、金子大地と結婚の噂。なぜ、高校や大学はどこ。二階堂ふみの性格は、評判まとめ、かっこいい、友達多い&面倒なタイプと自称。芦田愛菜の性格は良い、悪い、聡明で本好き。学校でいじめの噂とは。芦田愛菜に熱愛彼氏、ジャニーズ秋川風雅との関係はボーイフレンド。女優若手現在、コメント、名前、匿名、投稿日2020年11月9日月曜日15時59分54秒。核レンジャーの鶴姫がいるよ。変身、名前、伊賀崎俊之介、投稿日2021年7月4日日曜日22時57分15秒。矢野俊の会、矢野優香新婚します。名前矢野です。大学オーディオション受けました。手裏剣戦隊忍忍者です。色は白です。筋肉彼女付けてよろしくお願いします。卒業後 GU 買いました。西川俊介友達です。ライブにやろうや行きます。